今日はちょっと村に行って買い物をしてみたいと思います。それで最近ちょっとわざと村には行かないようにしていたんですけれども、というのも村に行くと村の人がどんどんいなくなって、すぐにゴーストタウンになっちゃうので、ちょっとその理由がわからなくて、おそらくこのアイアンゴーレムってのを召喚できるようになれば村の人が減らなくなるんじゃないかなと思ってるんですけれども、このやり方がまだちょっとわからないので、今回は気にせずちょっと新しい村に行ってみたいと思います。ではこれでちょっと村に行ってみたいと思います。ちなみに、この村はもうほとんど人いなくなりました。着いた。この村にちょっと行ってみたいと思います。で、ここ行った後に、ここもちょっと探検してみたいと思います。よーし。駅作りました。じゃあちょっと新しい村に行ってみます。いるかな？図書館久しぶりだな。最初の村以来だと思う、この図書館。やっと紙を売れる。よーし、とりあえず紙全部売ってエメラルドを一気に50個になりました。この人初めて見たな、武器鍛冶。やられた、多分今。おお、なんかこうやって夜が来るたびに村人がどんどんゾンビにやられちゃってるんだよな。入れ食い、これ欲しいな、この入れ食い。本か、もらっちゃおう。これこれこれ、入れ食い買おう。2つ買おうか。鉄の剣。ダイヤ？ダイヤ4つでエメラルド1つなの？エメラルドってそんな価値ないと思うんだけどな。ダイヤ4つでエメラルド1つってどう考えても損してるような気がするけどな。ダイヤの剣、ダイヤの剣、やっぱり初めて来る村はいっぱい村の人いて、すごいたくさん取引できるんだけど、すぐにいなくなっちゃうんだよな。やっぱこのアイアンゴーレムを召喚して村の人を守らないとダメなんだな、きっと。よーし、
とりあえずこれだけ買い物しました。それじゃあちょっとあの謎の場所に行ってみたいと思います。あそこに行ってみます。なんかあんのかな。え、なにこれ。え、敵。うわうわ、やばい。なんで敵がいんの。倒すとアイテムもらえそうな気がするんだけど、負けそうなんだよな。やった、倒した。アイテム落とさないな。なんもないと思うんだけど。ただの魔法使いの家ってことかな。なんもないよ。ちょっと今のところは何があるのかわかんないな。今日はちょっと前から気になってた新アイテムを作ってみたいと思います。これ日照センサー。はい、日照センサー。これだと普通のレバーと変わらないんだよな。ちょっとこれはわからないな。おお。うん。このレッドストーンで道を作るのは結構面白いかもしれない。こんな使い方なのかな。おお、わわ、死ぬ。連射はできるけど、やっぱ日照センサーが全くわからないな。このファイヤーチャージっていうのもちょっと作ってみよう。はい、多分爆発すると思うんだけど。あれ、あ、ん、あれ、なんか爆弾が飛ぶと思ったんだけど、飛ばないな。火打ち石と同じっぽい感じがするんだけどな。なんか思っていたのと違うな、これ。ああ、そっか、これで音変わるのか。なるほど。これうまくやれば音楽作れそうだな。突然なのですが、この家ちょっと飽きてきたので引っ越しをしたいと思います。
着いた。ここが橋の西の果てです。で、ここに新しい家を作りたいと思います。